今、国民の皆さんの中にはコロナ対策説明が十分ではないのではないか、現状認識楽観的すぎやしないか、まあ、こういった声が多数あります。私はこの政府の方針の内容、必要性、まあ、さらには決定に至るまでのプロセス、こうしたものを自ら丁寧に説明をしてまいります。ワクチン接種の加速、そして経口治療薬のこの普及、これをしっかりと進めていき、このことによって重症者を防ぎ、そして感染者の数、これを減らすことを目指していくわけです。4つのこの柱、まず1つ目は医療難民ゼロです。この医療難民ゼロという柱、一番大切なことは医療提供体制を拡充するということです。国、地方自治体に与えられた権限、これをフル活用して病床、医療人材の確保、これを徹底いたします。岸田文雄へのこの意見ボックス、これを開設いたしました。ぜひ多くのご意見を受けたまりたいと思います。